どうも、玩具発掘事務所です。今回紹介する中古玩具はこちら。一つ目、二つ目、三つ目、四つ目がですね、こちら。一個110円のチビボイスってやつだったかな？の、なんか電王の、なんか音が鳴るフィギュアですね。台座付きの。まあ四つだけあったんで四つ買ってきました。で、5個目、6個目、7個目がこちら。一個110円のアストロスイッチ二つセットと、こちら1個33円の、30番のアストロスイッチと、40番のアストロスイッチの上のパーツだけです。でも音鳴るんですよね。8個目がですね、なんとこちら、110円のガシャポンロックシードですね。しかもちゃんとこれね、ソフビついてるってことは未開封なんですよね。で、9、10、11個目がですね、こちら。1個110円のぶっ飛ばソウルメダルですね。まあ複数枚セットです。まあエナジーアイテムみたいなやつが結構入ってる。12個目がですね、こちら衝撃。衝撃でもないか。110円のフレックスのドンブラスターです。見た感じ欠品ないんで良かったですね。ドンブラソードもね、持ってるんでちょうどいいかなと思って買いました。13、14個目がですね、1個110円の、まあライドブックですね。で、15個目がですね、こちら。110円のガッツハイパーキーですね。で、しかもこれ、電池入ってるんですよね。で、最後16個目がですね、なんとこちら衝撃330円のガッツスパークレンスです。素晴らしいって言っても僕ね、全然詳しくないんですけども、まあ、300円なら安いなと。しかも、このアイテムが付いてるプラス、電池も入ってるんですよね。ではね、こちらの中古玩具開けて状態確認、動作確認していきたいと思います。では、まずはこのね、もう生身のガッツスパークレンスから見ていきたいと思います。そんなにね、汚れとかも激しくなくって、僕が前に買ったやつと同じぐらいの状態ですね。すごいな。急に2個目ですね、ガッツスパークレンス。で、稼働も特に問題なしと。すっごい綺麗だね。全然塗装剥げないし。トリガーの感触とかも問題ないですし、ちゃんとアイテムも抜き差しすることができます。このハイパーキンをもう出すか。3つ目ですね。電池も入りっぱなしなので、このまま音声確認もしていきたいと思います。おー、ちなみにね、これ値札結構ね、剥がそうと思ったんですけど、ベタベタしてるんで、またね、後に剥がしたいと思います。うん、特に問題なさそう。ベリアルもちょっと入れてみましょうか。宮迫さんの声だ。まあざっくり状態こんな感じで特に問題なさそうですね。よかった。アストロスイッチちょっと開けていきましょう。パーツがね、分解されてるんですけどね、今回これが重要なんですよ。 SN マグネット本の本の部分をこれ取り付けられる可能性があって、これね、わざと外れてるやつを買ってきたんですよね。で、僕どっちが持ってなかったか忘れたんで、両方買ってきたんですよね、外れてるやつ。ここのパーツがね、そう、これで、ね、だからなんとか付けれるんじゃないかということで買いました。で、まあでも全体的に状態は綺麗なんじゃないですかね。はい。うん。いいんじゃないでしょうか。特に稼働も問題なさそうですね。はい。うん。カチカチっと。いいですね。コズミックスイッチの上の部分。こんな感じ。下の部分も買っといたらよかったな。本当に。どっかで俺見たことあるんだよね。これ。電池切れっすね。ならないっす。
まあでもね、全体的に塗装とかもめちゃくちゃ綺麗ですし、メタリック塗装めっちゃいいね。全然ね、プリントハゲとかもないんで、めちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。次はこちらの未開封のガシャコン6シールを開けていきましょう。これはね、袋から取り出すだけで開けはしません。あ、いや、開いてんのか、これ。あ、開いてるっていうか、まあ、テープで留めてあるんだ、これは。そうか、昔テープか。完全に未開封っすね。すげえ。これはもう遊ばずに保存しておきたいと思います。これは貴重よ。貴重でもないかな。電池もね、入りっぱなし、絶縁シートついたままですからね、透明の。次はこちらのライドブック、開けていきましょう。これね、俺持ってるか持ってないかわかんなくて、電王とか。持ってた気するし、持ってなかった気するしってので、まあ、それだったら一応ね、怖いんで、買っとこうと思って買いました、この二つ。はい。テレビくん限定のやつですね。うん。あ、でも両方ともめちゃくちゃ綺麗ですね。はい。シールの擦り傷、引っ掛け傷、全くありません。あ、全くではないな。牙の方ちょっとあるな。表面のシールの擦り傷、引っ掛け傷は、電王は綺麗ですけど、牙はちょっと汚いですね。クーガですね。これに関してはデラックス持ってるんで、全然汚くても大丈夫ですね。めっちゃシールずれてんな。傷もすごいし、擦り傷、引っ掛け傷もすごいですね。めっちゃ状態悪い。まあ、今回はベルトの動作確認とはしませんが、よかったですね。次はこちらのぶっ飛ばソウルメダル見ていきましょう。さあさあさあ、これもね、なかなか珍しいわけではないけど、あんまりね、手に入んないんで。で、この中で俺が欲しいのは、これと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 、これかな。6枚か。はい、こんな感じ。このメダルが欲しかったんですよね、こういうやつ。ちなみにこのゲームのこのコンティニューのやつは2枚になっちゃいましたね。すごいっすね。でもこれいいね、本当に。何枚かね、このエナジーアイテムだったっけ、これ持ってるんですけど、やっぱちょっと集めたいなと思ってね、買いました。で、まあその他は普通のフットバソールメダルかな。これかっこいいな、龍が。次はこちらの110円のプレックスのドンブラスター見ていきましょう。これもなかなかいいっすね。結構ミニサイズだけど、なんかいいっすね。触り心地とか。割とマットな触り心地なんすね。そうなんだ。黒の部分とか。成型色がこの黄色なのかな。こういうところはシールで再現されてますね。あとこういうところも。あ、ここもシールだ。すごいな。でもちゃんと動くんだ。全然さ、ソードより良くない？こっちの方が。ちょっと硬いっすけど。はい。ちょっと硬いな。ギアがね。ここを押すと、アバタローギアを取ることができると。全体的に状態はいい方なんじゃないかな。うん。シールの擦り傷、引っ掛け傷もね、そんなにないっすね。ここもシールですけど。これを、こう、つけて、こっちにね。ドン、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 ドンブラコーっていう変身ができると。このトリガーの稼働とか、ここの、スイッチの稼働もないんで、本当にもうこことここしか動いたりね、遊んだりできないって感じですね。チビボイスだったっけ？見ていきましょう。正式名称だったかな、これ忘れたんですけど、とりあえず開けてみましょうか。試しにちょっと裏タロスちょっと開けてみてみましょうか。液漏れすごいな。ならないですね。いやー、ちょっとね、液漏れが激しすぎるんで、なんないっすね、今回これ。まあ、裏タロスだとこんな感じで、ミニフィギュアが入ってると。で、デネブ。まあ、多分これ全部液漏れすごいだろうな。デネブですね。まあ、またね、ライブ配信とかで、ゆっくりやってみようかな。なんか、修理しながら。両太郎のジーク表意バージョン。謎のこの、ラインナップの紙。全然関係ないやつ入ってるっていうね。レトロニア。で、台座ですね。台座は全部共通のデザインですね。で、桜井優斗。デネム表意バージョン。まあ、全体的に未開封なんで全部綺麗なんですけど、このジーク表意バージョンのね、両太郎のこの紙の部分がね、折れちゃってるんですよね。どっかにパーツがね、入って、あ、あったあったあった。これ折れてるパーツがね、入っちゃってるんですよ。まあ、これはちょっと残念ですけど、いいでしょう。てか、全部あれかな。液漏れすごいだろうな。そうだ。全部ね、この、ここに、電源オンオフのスイッチがあるんですけど、ならないんですよね、これ。ならないんで、多分これ遊べないっすね。だからまたライブ配信でね、やりたいと思います。はい、今回紹介したのはこちらの中古玩具でした。では、次の動画まで。バイバイ。